ヤルクマです。以前冬を越えた野菜を移植した動画を紹介したのを覚えていますか？今回はその時扱った野菜のセリについてまとめていきたいと思います。足掛け3年、壮大な実験の模様をお楽しみください。これは2年前の冬に行った実験です。通称リボベジと呼ばれるもので、食べ終わった豆苗やセリが再び成長するかどうか試しました。観賞魚用のポンプと極小のろ過器を設置して、水替えの手間を省きつつどうなるか見たのですが、どちらも見事に復活しました。セリは暖かくなってくると花をつけ始め、同時にランナーを伸ばし出しました。このランナーからは節ごとに芽と根が生えてくるので、それを切り取ってポットに植えました。これを12個作ったのですが、定植できるほどの大きさまで育ったものが6株、定植して冬を越えることができたものが3株でした。そして以前冬越え野菜の移植として紹介したこれらのセリがその3株にあたります。この3株を掘り起こして親株を地植えした場所の隣に移植したところまでが、これまでの2年間にわたるセリの栽培実験となります。はい、それではここからまた新たな実験を始めます。まずは穴を掘ります。どんどん掘ります。はあ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 、掘り終わりました。幅1メートル、深さ20センチまで掘り下げました。ここにセリを植えていきます。植えるセリはこれです。このセリは去年の冬からリボベジしてきたものですが、ポンプとを使わず、ただ水につけていただけでここまで再生しました。これをプール状にしたこの穴に植えていきたいと思います。厚手のビニールシートを敷いて水をためていきます。水がたまったら土を戻していきます。ようやく作業が終わりました。ここにセリを植えていきます。全部植え終わりました。様子を見てみましょう。手前から大きな株を植えていったら、最後の方が小さな株だけになってしまいました。
水をたっぷり与えて、これがどうなっていくのか楽しみですね。しばらく経ちました。完全に活着して成長を始めました。さらに大きく成長し、背丈が伸びると同時に親株としてランナーを伸ばし始めました。見た目は美味しそうなのですが、これは硬くて食べても美味しくありません。ランナーから生じる子株が普段スーパーで売っているものになると思われます。ということで、このランナーを使って新たな実験をしてみたいと思います。プールの右側はそのままにしておき、左側は親株を抜いてランナーだけ植えてみます。親株からランナーを採取し、それをこのような感じに並べて深さ1センチくらいに埋めていきます。はい、ということでランナーの植え付け終わりました。これと並行して実験していきます。水田のような環境ではどうなるのか試してみることにします。水が傷みにくくなるようにゼオライトを投入します。土を入れ、水をためます。そこへランナーを置いていきます。セリの水浸し栽培です。大変です。プールのセリなのですが、元からの株もランナーを植え直した株もどちらも順調に成長していたのですが、いつの間にか温室粉じらみが大発生して地上部分がほぼ枯れてしまいました。とても残念なのですが、水浸し栽培の方でも温室粉じらみが大量発生してしまい、葉ランナーが枯れてしまいました。来年は温室粉じらみ対策が重要になりそうです。しかしながら、冒頭で紹介した今年の春一箇所にまとめて地植えした方のセリは大丈夫でした。ということで、これがその成長した株になります。温室粉じらみの影響もなくとても順調なのですが、アゲハチョウの幼虫があちこちにいます。ただセリが枯れるわけではないので、特に駆除などはせずに放置しておきます。はい、ということで秋になりました。今青々と茂っている葉っぱはすべて親株から伸びたランナーから生じた葉っぱになります。その面積は親株の3倍くらいになっています。
親株の方は花を咲かせて種を残した後枯れてしまいました。というわけで、今年度のセリの栽培実験はすべて終了しました。セリの栽培はあまり一般的ではないこともあって、情報が少なくいろいろ失敗しましたが、来年は今年の反省を生かしつつ、新たな構想も取り入れて、もう一段階上を目指していきたいと思います。バイバイ。